ビットコインに代表される暗号通貨はその安全性や機密性分散性などから近年注目を集めており最近ではビットコインをはじめとする主要な暗号通貨の価値は大きな変動の中で上昇傾向にある特にここ数ヶ月でビットコインを筆頭に複数の暗号通貨の価値が急上昇し時価総額は数千億ドルから約2兆5000億ドルにまで膨らんでいる データによるとビットコインの単価はかつて6万ドルを超えたことがある最近は値下がりしているものの5月9日では一口5万8600ドルで取引され時価総額は1兆1000億ドルに達していたビットコインやその他の仮想通貨の価格が上昇するにつれ仮想通貨マイニングに投入される資源が世界的に大幅に増加している中国青年法によると2018年2013年から2018年の5年間で ビットコインを採掘するためのネットワーク全体のコンピューティングパワーの合計が24万倍に増え世界のトップ100のスーパーコンピューターの合計の10万倍となっている非常に恐ろしい一方で暗号通貨の影響は世界各国や多国籍の財団や機関も軽視することができなくなっており多くの富豪や金融機関はビットコインや仮想通貨を初期から否定していたのが慎重な態度に移ってきており 各国政府もこの問題をますます真剣に考え始めている中国政府の態度は最も急進的で中国共産党中共は市場での仮想通貨を認めず取引を禁止する措置をとっており政府が独自に統制するデジタル人民元を導入しているビットコインのような仮想通貨は安全で隠れているという利点があるため中共にとって大きな問題となっている 中国通信工業協会のブロックチェーン専門委員会の林番議長を務めるウカネイ氏は、中共当局が暗号通貨に対してより厳格な規制を行うことは間違いないと考えており、彼はこれは当然だと述べた。当局はビットコインなどの暗号通貨の取引を禁止しているが、これらの暗号通貨のマイニング、採掘は禁止していない。 ビットコインの世界的マイニング業界では中国人のマイナーが大多数を占めておりマイナーとはビットコインの採掘を行う人であり一般的な鉱山労働者ではない中国の複数の学者が4月6日ネイチャー・コミュニケーションズ誌に発表した論文によると中国人のマイナーは昨年末にビットコインネットワークのコンピューティングパワーの75%以上を占めていたとのことだ ドイヴェベレが引用した調査によるとビットコインの採掘に費やされる総電力量のうち中国が70%を占めている2月に中国メディアで発表された研究報告によると全ネットワークの採掘量の少なくとも6割は中国にあるというマイニングとはビットコインの場合コンピューターが計算能力を投入して計算を行い 証明の確認を得れば報酬や取引手数料などとしてビットコインを受け取ることができる上記の研究報告によると2月21日のビットコイン採掘業界の1日の収入は3億8000万人民元5880万ドルに達したマイニングではコンピューターの稼働に大量の電力を必要とするだけでなく演算能力を高めるためにマイニング用スーパーコンピューターを継続的に更新し開発する必要があり 専用のハードウェア ASIC 機が市場に次々と登場している仮想通貨マイニングのメリットを計算する式は次のようになるメリットイコール得られる暗号通貨の価値マイナス使用した電力とマイニング計算機のコスト仮想通貨の中国人マイナーは主に西部の山岳地帯に集中している不思議な感じがするがよく考えると非常に理にかなっている これらの地域には多くの中小水力発電所があり配電設備が整っていないため発電した水や電気の多くが無駄になっている特に夏場は洪水が発生し水力発電所は人に無料で送電したいと思っている電気代も安いし山間部なので気温も低いので中小型のマイナーが大量に進出してくる水力発電所のオーナーが自らマイナーになったという話を聞いたこともある 政府のグリーンエネルギー補助金を活用しながら安い電気で採掘するという非常に優れたビジネスだ大きな鉱山はいわゆる仮想通貨を採掘する鉱山であり投資は巨大で通常内モンゴルや新疆に集中しているなぜかというと電気代が安くエネルギー源が近く気候が寒いのでエアコンをあまりつけなくてもいいからだ中国はマイニングの割合が大きいだけでなく鉱山の生産も急速に発展している カナンとエヴァン・インターナショナル・ホールディングスという2つのビットコイン・マイニング機械大手は2019年と2020年に相次いでアメリカ株式市場に上場した中国メディアによると中国のビットコイン・マイニング専用の集積回路および装置ベンダーであるビットメイン社も台湾のチップ大手 TSMC に現在最先端の5ナノメートルのチップを発注したこれはマイニング機械用で今年の第3四半期に生産を開始する予定だ つまり中国は世界で最も多くのマイナーを持ち最も多くの電気を使い最も多くのマイナーを使い最も高度なマイナーを作り最も多くのビットコインをコントロールしているが中国でビットコインは合法ではない3月に開催された中共全国人民代表大会で中国共産党はデジタル経済の新たな優位性を作り出すことを明確に打ち出し 資料安全デジタル通貨デジタル税などの国際ルールやデジタル技術標準の制定に積極的に参加することを明らかにした中国共産党はブロックチェーンを含むデジタル経済が中国の GDP に貢献し中国がグローバルリーダーになることを望んでいるこれは中共がマイニングを禁止していない重要な理由だ 周知のようにブロックチェーン技術はビットコインを起源とし暗号化と分散化によってデータを管理保護する技術だ現在ブロックチェーン技術はビットコインなどの暗号通貨に主に使われている中国共産党はブロックチェーン技術の開発に力を入れており将来の世界的なデジタル技術で発言権を握ろうとしているがブロックチェーン技術のキーポイントは分散化の概念であり これは中共の全体主義権威主義に反するものであり特に資金の秘密移転やマネーロンダリングには適していないだから中共は他のデジタルコインを全力で弾圧し始めており当然デジタル人民元を保護することができる中共当局は最近いくつかの商業銀行やアリババテンセントなどのテクノロジー大手企業が所有するインターネット金融プラットフォームを厳格に審査する一方 国内資金が暗号通貨を使ってマネーロンダリングしたり巨額の資金を海外に流出したりすることを防ぐため暗号通貨に対する規制を強化している中国信用銀行は4月22日マネーロンダリングを防ぐためにビットコインやライトコインなどの取引に使用される銀行口座は全て解約すると発表した以前中国中央銀行はマネーロンダリング防止の名目で中国信用銀行に2890万人民元 約万ドルの罰,金を課した罰を受けたのは14人の責任者で主な狙いは暗号通貨に関連したマネーロンダリングだ4月12日時点で中国中央銀行が今年金融機関や責任者に貸した罰金は合計1億7800万人民元約2767万ドルでその大部分は暗号通貨を使ったマネーロンダリングや国境を越えた送金に関するものだった 昨年中国のマネーロンダリングに関する罰金の累計額は6億2800万人民元約9763万ドルに達していた中国中央銀行のリハ副総裁は4月18日に開催されたボアオアジアフォーラムの年次総会で銀行中央銀行がビットコインなどの暗号通貨を規制するためのルールを検討していることを明らかにした同氏はまず暗号通貨を法定通貨ではなく暗号資産と定義し 暗号資産が深刻な金融リスクを引き起こさないようにする必要があると強調した暗号資産とはもちろん仮想通貨だ実際中共は以前から非常に警戒していた2013年12月中国中央銀行をはじめとする5つの省庁が共同で金融機関や決済機関にビットコインに関する業務を行わないよう求める通達を出していた 2014年4月中国工商銀行中国農業銀行中国銀行中国建設銀行中国交通銀行を含む5大国有銀行がその口座をビットコインやライトコインなどの取引に使用することを禁止すると発表したただ当時の暗号通貨はまだ初期段階であり流動性が高く時価総額が何兆ドルもある現在とは異なった 中国のメディアはこれまでに何度も暗号通貨が個人や企業によって巨額資産の海外移転やマネーロンダリングの手段として利用されておりこの方法は追跡や規制が非常に難しいと報じてきたそのため今年5月1日に施行された不法募金の防止と処分に関する条例では暗号通貨が防止処分に注力すべき違法な資金調達方法の一つとして挙げられている ビットコインをはじめとする暗号通貨の流動性の高さと時価総額の増加は香港や上海などの株式市場にも負けないほどだ複製国債の創業者の一人である両新軍氏によると2020年4月のビットコインの時価総額は1589億米ドルに過ぎず香港証券取引所 HKSE の時価総額4兆5179億米ドルの3.5%に過ぎないが ビットコインの年間取引量は HKSE の取引量の3倍に相当する交流通というのは非常に重要な特徴だこのような高い流動性を持つ暗号通貨は国をまたいで巨額の資本を移動させるのに非常に便利な条件を提供している5月8日の最新のデータによるとビットコインの24時間の流動性は667億米ドルに達し単価は 58, 5 8580米ドル 時価総額は1兆1000兆億米ドルとなっている一方世界の他の暗号通貨の時価総額は2兆4,400億ドルに達しているブロックチェーンセキュリティ企業であるペックシールド社が発表した2020年仮想通貨マネーロンダリング防止報告書によると中国における規制されていない国境を超えた仮想通貨暗号通貨の価値は 昨年175億ドルに達し2019年の114億ドルから51%増加し現在も急成長している暗号通貨は秘得性から追跡が困難なため資金の流出側のデータだけではそれが全てなのかどうかを判断するのが難しいかもしれない しかしグローバルデジタルファンドの運用規模の変化からは暗号資産市場に流入する従来型資金の速度と発展規模の推移が包括的に把握することができるウカネイ氏によると仮想通貨は匿名性複雑性トランスナショナル性という特徴を持っているためマネーロンダリングやアングラマネーなどのブラックな産業もスマートフォンの端末性能を比較に使われる非常に有名なベンチマークホーフンプラットフォームなどのグレーな産業も 暗号通貨の領域に本格的に参入し始めているとのことだ中国メディアの報道によると仮想通貨を介しての中国から海外への資産移転や違法資金のロンダリングは当局の厳重な管理によって減少するどころかますます増えているペックシールド社の資金流動量の計算によれば2020年1月と10月に当局の取締りが始まる前に 中国国内の仮想通貨取引所から毎月流出したビットコインの数は8万9400枚から16万6900枚だったしかし取締りが始まった後の昨年11月と12月には中国国外に流れるビットコインの数がそれぞれ23万1700枚25万4100枚とそれまでの最高記録を40%近くも上回るようになった ビットコインの単価5万ドルを基準にすると昨年11月と12月にビットコインの形で中国から海外に流れた金額はそれぞれ105億8000万ドル127億ドルと非常に大きな金額が関わっており現在も増加傾向にあるマネーロンダリングの過程ではユーザーの WeChat やアリペイの集金コードや銀行カードを使って他人のために集金しそこから手数料を得る「豊奮プラットフォーム」も登場している 決済手段として仮想通貨を使用することで密かに国境を越えたマネーロンダリングを行うことができる2019年9月中国・繁盛で調査された豊富プラットフォームは過去3か月間だけで500億元約77億7000万ドル以上の資金を流し1か月あたり平均100億元約15億6000万ドル近くの資金を提供していたことが判明した 現在世界には仮想通貨を抑制している国が少なくない例えばアメリカイギリススイスインドトルコも目にしたアメリカに亡命している中国の大物核分岐士によるとこれらの国は仮想通貨が自国の法的な信用通貨としての地位を脅かすことを恐れているが中共だけは国内の金が外に出ることを恐れている なぜなら現在の中国本土の富裕層は安全ではなく資産を安全に密かに国外に移動させる必要があるため仮想通貨は基本的に最善の方法だこの分析は理にかなっていると思うビットコインをはじめとする仮想通貨は本質的に分散型の通貨であり黄金にやや似ているが現代の主権通貨は信用通貨であり政府はそれを印刷して作ることができるこれはビットコインが求められている重要な理由だ しかし中共のデジタル人民元はブロックチェーンを使用してはいるが中央で管理された信用通貨の欠点を全て保持しているそのためほとんどの欧米の金融専門家はこのデジタル人民元を楽観視していないそれは別として中共はビットコインを含む全ての仮想通貨を取り締まるつもりのようなので自己責任でお願いします OK 今天おめ次再见